はようございます。おはようございます。 JB ダベサチャンネルです。今日は7月8日月曜日、ここは白金温泉の公共駐車場です。これがいつも食べている土鍋ご飯です。内蓋もあるんですよ。ご飯の美味しそうな。美味しい。これもちょっと。うわ、いい匂い。ここでもちょっと。今日はちょっと使い込み。けど美味しそう。その太いって出てくるね。ひどい。ひどい。太くて悪かったわね。はい、美味しそうですね。はい、それではまた後で。今日のご飯はピーマンとナスの炒め物、からし明太子プラス 10g 増量中おかずのり、どこかのスーパーで買った切れてるたくあん。違うよ、切ったんだよ。あ、そうか。いや失礼しました。今日は昨日生き残した美瑛のほにゃららの木とかを回ります。あ、その前に白ひげの滝、青い池、もう青い池、白ひげの滝、観光地化されちゃって、もうたくさんの人が来て込み込みなので、朝早く、できるだけ朝早く行こうと思ってます。これから弟夫婦を迎えに行って行きたいと思います。それではバイビー。あ、何言ったの、なんか。どんだけ好きなのこれ激推しだから、激推し。白ひげ。なんか昨日ミュージックデーかなんか撮った。リファーって言ってたね。そう、コラボした。まゆかとリマっていうラッパー、チャラララララで喋る。これ。どうぞ。青いのね、そう、入れなくてこれ天気良かったらもっと青く
9時16分マイルドセブンの丘。マイルドセブンの丘。あの木とかでなんか。今ここにいるんだけど、夕張東高校中学校。マイルドセブンの丘。東小学校。鹿島小学校。これがマイルドセブンの丘。木が素敵な木。マイルドセブンの何かになったの？コマーシャルになったの？目的地に到着しました。お疲れ様でした。場所的にはあとまだ距離あるんだよ。
250円。あ、なるほど、じゃあ違う木なんじゃない。すごいね。すごいわ。あのいっぱいあるのがセブンスター。あ、全部セブンスターなんだ。私なんか後ろの2室にキキとボーと一緒に入れられる。今ね喧嘩してる。いいしょ。止まんなくていいよね。ケンとメリーの木。そうだ、思い出した。うん？スカイラインっていう車ですよ、日産のスカイライン。ここは大箱です。昔ここを国道を通って